お目様方、なじにしてらっしゃいました。ゆえシュガーです。最近、積読にしておいた本の中に、ノード JS の本があって、いつの本かと思って見てみたら、2012年の本で、もう8年も経っているのにたまげましたてば。ノード JS を初めて知った頃は、JavaScript は、クライアントサイド用と思っていたので、サーバーサイドで動作するのが面白いなと思って、ちょっとバカ動かしてみたんども、オラが JavaScript にあんまり詳しくねえことや、Node.js やライブラリのバージョン管理や、環境構築がめんどくっせイメージがあって、あんまり手が出てませんでした。VTuber を始めるのに PC を新しくして、スペックにも余裕が出てきたし、環境構築も楽にできるようになってきたみてだし、JavaScript の勉強がてら Node.js を使った。アプリでも作ってみようと思い始めたので、何回かに分けて紹介してと思います。今回は、環境構築の方法を紹介してなと思います。実行環境については、バーチャルボックスという仮想化ソフトの上に、Linux、Fedora 32を入れて作成しました。Linux のインストールの方法がわかるねしょは、以前の動画 Windows 上で Linux を動かすよ。Fedora 32 on バーチャルボックスを参考にして暮らすせね。作成するアプリは、それほどめんどくっせがいは考えてなくて、書籍の名前、作者、棚などの情報を管理する。古典的なアプリを考えています。ERs、SQL ファイル、ソースコードなどは、UESugar の GitHub レポジトリから取得できるようにしてあります。レポジトリの URL は概要欄に書いてあります。今回のアプリで使うデータの ERs はこんな感じです。最近は Atom という無償のエディタのプラント UML プラグインで ERs も描けるのですね。便利な時代になったものです。また、サーバの構成図はこんな感じです。AP サーバと DB サーバを2台の仮想マシンに分けて構築します。1台にしても良かったのですが、実業務で構築する際の設定の勉強も兼ねて2台に分けています。AP サーバには Node.js を使い、DB サーバには MariaDB を使います。環境構築の流れはこんな感じです。はじめにネットワーク設定を行い、次に DB サーバ、AP サーバの順に設定を行います。今日はバーチャルボックスと Linux のネットワーク設定の方法までを紹介してと思います。そうでは始めます。まずは、ネットワーク設定です。デフォルトの設定では、バーチャルボックス上の仮想マシンは、互いにネットワーク疎通できないので、設定を変更します。ここでは、AP サーバとして仮想マシン Fedora 3202、DB サーバとして仮想マシン Fedora 3203を使います。まずは環境設定を行います。メニューからファイル環境設定を選択し、環境設定ウィンドウを開きます。環境設定ウィンドウでネットワークを選択し、右側の一番上の足す印のボタンをクリックし、ナットネットワークを作成します。次に、右側の一番下の歯車印のボタンをクリックし、編集を行います。
ナットネットワーク詳細ウィンドウで、ネットワーク名をナットネットワーク、ネットワークサイダーを 10.0.3.0/24 とし、DHCP のサポートのチェックボックスを無効化し、OK ボタンをクリックします。ここでは、固定 IP アドレスを使うために、DHCP は無効にしておきます。設定が終わったら、環境設定ウィンドウで OK ボタンをクリックします。次に、各仮想マシンのネットワーク設定を行います。AP サーバの仮想マシン Fedora3202 を選択し、中央上側の設定ボタンをクリックします。設定画面でネットワークを選択し、アダプター1タブを選択します。割り当てでナットネットワークを選択し、名前でナットネットワークを選択し、OK ボタンをクリックします。DB サーバの仮想マシン Fedora3203 も同様に設定します。設定が終わったら、AP サーバと DB サーバの仮想マシンを起動し、ログインします。AP サーバの仮想マシン Fedora3202 にログインし、アクティビティメニューを選択し、アプリケーションを表示する設定アイコンをクリックします。設定ウィンドウでネットワークを選び、有線の右側の歯車ボタンをクリックします。有線ウィンドウで詳細タブを選択し、自動接続するのチェックボックスを有効にします。IPv4 タブで IPv4 メソッドを手動、アドレスを 10.0.3.102、ネットマスクを 255.255.255.0、ゲートウェイを 10.0.3.1 とします。DNS は皆様の環境に合わせて設定します。設定が終わったら適用ボタンをクリックします。再度、設定ウィンドウでネットワークを選び、有線の右側の歯車ボタンをクリックします。有線ウィンドウで詳細タブを選択し、設定した IPv4 アドレス、デフォルトルート、DNS が表示されているかを確認します。同様に、DB サーバの仮想マシン、Fedora3203 にログインし、設定を行います。アドレスを 10.0.3.103 にする以外は、AP サーバの仮想マシンと同じです。DB サーバでの設定が終わったら、AP サーバの端末から、PIN 10.0.3.103 を実行して、DB サーバへの疎通を確認します。同様に、DB サーバの端末から、PIN 10.0.3.102 を実行して、AP サーバへの疎通を確認します。次に、ホスト名の設定を行います。AP サーバの端末で、sudo vi/etc ホストネームを実行し、etc ホストネームのローカルホストとなっている箇所を apsrv01 とします。同様に、DB サーバの端末で、sudo vi/etc ホストネームを実行し、etc ホストネームのローカルホストとなっている箇所を dbsrv01 とします。次に、ホスト名から IP アドレスへの変換をするための、ホストファイルの設定を行います。AP サーバの端末で、
スードゥ VIETC ホスツを実行し、10.0302APSRV01APSRV01.ローカルドメイン、10.0303DBSRV01DBSRV01.ローカルドメインを追加します。DB サーバでも同様の設定をします。DB サーバの端末で PIN APSRV01 を実行し、名前で疎通できるかを確認します。同様に、AP サーバの端末で PIN DBSRV01 を実行し、名前で疎通できるかを確認します。再起動を行い、AP サーバ、DB サーバの端末で ifconfig-a を実行し、IP アドレスが設定されていることを確認します。また、再度、PIN コマンドで名前で、疎通できるかを確認します。以上で、ネットワーク設定は終わりです。次回は、DB サーバと AP サーバの、設定を行いたいと思います。そうでは、よろっと、終わりにしようかなと思います。面白いなと思ったら、高評価とチャンネル登録してね。コメントもよろしくね。まーずまーず、おめさま方も元気でね。